誰もが滑らない話を持っている。それは何度聞いても面白い。今宵あの宴がやってくる。 YouTube 界の総合格闘技ヘスティスタジオの滑らない話。もちろん今宵話すお話は全て実話である。よし、滑らない話。ちょっと前にですね、こいつがゴミ人間すぎると、俺がこいつに関する滑らない話みたいな、やったね、やったんですけれども、僕はメンバー各々の滑らない話をやってもらうと。おまあ、その中でいいね、やっぱ MVS でしたっけ。はいはいはい、ベストオブ滑らない、楽しくやっていきます。今回M1 チャンピオンのリボンさんが来てくれます。おーっ、お笑いの神。お笑いの神、お笑いがうまいですね。それでは一人目やっていきましょう。はい、はい、ノリだ。ほらやっぱ俺、おーノリ。この前です、ほんとキンキンの話なんですけど、ヒッチハイクでちょっと思った話というか、ほんましんどかったんですよ。パートナーが、まあメンバーの恭平、もう腹立つんですよ。まあ3個目ぐらいのサービスエリア続いて2時やん。まあ、時間がない。トイレの前のソファで寝とんねん、こいつ。でも探さなあかん、うん、俺も外行くわ、言って。二人組のね、ベルマーレの一人ですよ。を見つけて、俺がもう話しかけて、ゲットしたんすよ。で、うわ、やっしゃーと思って、帰ってきたら、4、5人のバスのツアーのおばあちゃんと話してんねん。何話してたんですか。どこ行かれましたつって。あ、大阪です言うて、食いました、たこ焼き食ったよー、殺されましたって言ってなかったんだけど、話中にすげえ声したんだよね、これ。え？え？4、5人のバスのツアー、4、5人、4、5人あ、その辺で、え？え？全然違う、マジ？って、はい、話してるの。そうだ、そうそう、おあーバチ言うたな、言うたな。なんでお前が関西弁なってんねん。あ、大阪か、あ、なるほど。あ、もう関西かい。あ、素晴らしい、認定。開幕にしてはまあまあ滑ったかなって。滑ってくれたとか言うのやめろ。いきます。はい、正義や。小学校の時に木村くんって子がいて、もう笑ってるやん。大輝みたいなガタイのタイプ、イケイケなグループではない、うん、だけどもうほんとめっちゃ強いから、もうみんな恐れてました。でも小4ぐらいの時かな、小1人の時になんか俺がそいつをぶっ倒したことがあって、その時からずっと射程みたいになってた。でもこれ強いわけですよ、俺以外のやつ全員恐れてたから、もう俺最強みたいな態度でいるわけで、めっちゃ強がる、うん、何してももう痛くないとか。で、ある日ね、俺のね、家にね、蜂の巣ができたの。で、俺虫嫌いだからちょっと怖いなと思って、うん、キムなら取れんじゃねえかな。おー、まあ、キムちょっと蜂の巣家あるから怖いから取ってくれないっつって、怖くないっしょって、怖くないよ、全然取れるよ。さすがや、うん、もうさすがだなと思って、うん、放課後ね、うん、毎日来てくれまして、うん、倉庫の上の方にあって、うん、手で届かないから家にあったなんか棒みたいな長めのやつでこうつつこうと。あー、なるほど。俺が最初つついたんだけど、ちょろっと2、3匹出てきて、うわー、キムは怖くないって言ってるから、あんままあ動かないっていうか、うん、やっぱこいつすげえなと。キムの番だった。で、キムつつきました。ダサいと思われちゃいけないから、ガツンやったら、10匹くらいバーンって出てきて、その瞬間に、あのキムさん、あーっつって、ガンダッシュして、バーン走っていって、黒猫山の焚き火にバーンって。本当におもろすぎて、光景が。大丈夫って言ったら、全然痛くない。え、今ブルー聞こえた、女の人。え、みんな聞こえてる。あれ、多くない？やばめ結構。そう、なんも、俺と乗り、乗れてない。僕だけ行ったら、やばいよ。頼もうすもんね。なんもない。頼もうすもんね。なんもない。なんもない。なんもない。今日ヤバめなんで、ちょっとコメント欄の調査班の皆さん、ちょっとチェックお願いします。お願いします。お願いいたします。じゃあ続いてまいります。はい、スタート。恭平、恭平、4年ぐらい前かな、付き合ってた彼女いまして、リッチって言うんだけど
だいぶメンヘラでして、例えば1時間では出なかったら10件溜まってましたと、最後の LINE になんで出ないの、浮気してんのみたいなね。うわあ、1時間やろ。ある日よ、寝てて起きたら溜まってました、ずっと浮気してんでしょ。あーだるいね。だるいなと思って、してない誤解だよつって、そんなん絶対ないから誤解です、うん、絶対ないもん、うん、その顔だ、この顔ってない大きいショッピングモール、そこでもずっと行ってる、結構でかい声で浮気してんでしょあんたに、どんどんボルテージ上がってきてさ、うん、あー悪い人見てんじゃんと思って、でエレベーター入って浮気してんでしょつって俺無視してたの、でも結構間合いなのね、着いたのねエレベーター、うんうん、ピンポン、誤解です、え、こんなことあると思って、誤解ですって、はぁ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 、みんなバツしてるでしょ、あーもうそれバカ、浮気ですの聞いてるし誤解です、そうそうそう、すげえな、そんなのあんだなっていう話だったんだけど、あーもっと綺麗にいけたね、話は面白いと思います、てありがとうございます、続いていきましょう、はい、大平、大平、うちのメンバーに京平さんって人がいるんですよ。あーやばいました。適当なんですよ。バカっしょ見てて、みんな。半端ない。撮影しますよってなって、で京平が上にいたから起こしたの。でまあ撮影するか。みんな、ちょこねえな京平みたいな。何してんのあいつみたいな。うん、なって、でもう一回ターボが起こしたんで起きました。でまた下降りてきて、まだ来ない京平が。でもう一回ターボが呼び行ったんだよ。三回しかも。こっちは撮影の雰囲気でターボさんが上行って、京平、お前何してんの。ターボさん下降りてきました。で、ターボ爆笑してるわけ、下降りてくるまで1時間あったわけよ、時間がだいぶ止まってたじゃん。今日何したのって俺聞いたんだよ。え、服探してた。お前ギネス記録狙ってんのか、お前服の探し、どういうどういう笑いやん、滑らない話見たことない人だよ補足していいっすか、こいつね、1時間かけて降りてきて結局服探してたっていう理由やった。帰ってきて見たら、いっつもの服やねん探してもないんだよ。まず、もう嘘だろね、探してないね、当たり前だから探してない、1時間探すわけない、意味が分からんもう絶対嘘だろってもう言われて、うん、怒られてた、結局嘘ってバレた、うん、うん、めっちゃ怒られてるよ、ずっとこうせなあかんよ、この手元にあるストレス低減のチョコを食べてたお釜食べてた何ストレス感じてる腹立ったな、腹立つわあれ、あれも俺らのがキャバ経験だターボさん、はい、おら、高校の時の話なんだけど、ヤンキーに憧れるというか、あー、そうだね、いかついやつに憧れるみたいな、まあ、ある日学校行って、まあ、帰る時に横断歩道にいかつめの人がこういて、その隣らへんに幼稚園児5、6人と保育士一人みたいな、俺そのいかつい人とその保育士のここ見てたんだけど、なんかいかつい人が信号無視をしようとしたの。でそしたら園児の一人が信号無視しようとしてる、でそしたらいかつめの人が子供に向かって、世の中にはなルールを破らなければいけない時があったみたいなことを言ってた。もうなんか名言っぽい、そうそう、かっこいいなみたいなことを言ってたら、信号無視した瞬間に軽トラに引っかれて5メートルぐらいすっ飛んだっていう。えっ、ターボが、いや、そのいかつい人がで、5個の話中、2つ上に引かれてる。さあ、満を持して登場しました M1 チャンピオン、ビッポンさんです。結構僕にとっては悲しいで、関西弁腹立つな、お前その悲しいことがあって、もう自分の体の一部がなくなると、うん、最近病院行って、はい、まあ、あの、歯医者さんと相談、医者と相談して、何も聞いてない、何も聞いてない、何も聞いてない、まあ医者と相談して、僕はじゃあ悪い方の決断をします。やばい、大丈夫、大丈夫。まあその時の、まあ、病名が虫歯だったんですけど、虫歯、あまりにも深刻すぎて、もう悲しくなって、喪失感、もう力むことができないなっていう思いっきし、うん、まあまだ今歯あるんですけど、その時まではまあ大事にしてあげようかなっていう話です。どんな話やなんで俺が引っ込まれてるなんでやねん、なんで俺が頭叩かれなあかん、また関西弁入りかけてさ、本田圭佑みたいな、もう力むことができないなっていう。最後にね、はい、番外編ということで、ね、ちょっと面白い話があったんで、うん、はいはい、こちらをね、のりさんにしてもらおうかな。おお、香港にね行ったやないですか。おー、帰りの新幹線、やっぱりあの新幹線飛行機ね、そこの帰る中にもやっぱりその中国人の方がおったんですよ、うん、そろそろ着陸しますみたいな感じになって、もう中国の方ってやっぱせっかちなんですよね、うん、着陸の時ってこうパッと真っ暗なんですよね、その時に、うん、もう
いても立ってもいられへんからもうこんなんなってんすよ。一人だけね、あれあれなんかおかしい、なんかおかしいなと思ったらパッて着いた瞬間にパパパパパッて立って前行くんすけど、もうちょっとやめてくださいと。危ない危ない、CAさんがバッと止まるんですよ。こいつはもう自分の止められたことが恥ずかしいんですよ。恥ずかしい。でも負けたくない、俺は負けてないぞっていう意味で意味わからん体勢で立ってた。座る、立つと間くらいのこんぐらいで着陸バーンした瞬間前ブワーッてまた止められる。死ねよ。そんなやつが日本に降り立ちましたって話。素晴らしい、これはおもろいわ。よかった、いやー、ちょっと待って。今、ドンったよね。え？ドン。え？ちょ、でかかった。ドン。ドン。クシュドン。ドン。ドンじゃない。ドンじゃない。じゃあ、MVS は、枯れた。ということになります。すごい！え？何が？何？何つった？何が？したわよ。何が？何つった？怖い。怖い。怖いって。いや、えぐいって。今日なんだ今の、何だ何だ、違うでしょ、こっちだよ。それは聞こえた。今ドアで、うん、岩尾さん閉めてくださいよ。すごいな、バチッツ滑らんなぁ。ちゃんとしてもらって、ガチのやついいな。滑らんな、4、5人のバスのツアー何もすもんね、何もない。ということ